今日まだ8万5千早稲田の団体来ねえかな。あ、レジ締めと日報終わってます。キッチン終われば終了でーす。大丈夫ですか？今水お持ちしますね。水持ってきて。あとおしぼり4つと古いおしぼり大量に。お刺身の盛り合わせ。きゅうりの浅漬け。しめ鯖。卵焼き。シーザーサラダ。かしこまりました。あの人あそこが定位置で、ロゼワインしか飲まないから。あれカップルじゃないよ。同伴。あの人チャラく見えるけど、実は公認会計士。いらっしゃいませー。あれ、酒井くんはここで働き始めて半年ぐらい。あー。じゃあ、ゆうかちゃんとかは知らない？知らないか？あー、そかそかそか。あ、そうだ、ゆうかちゃんいたの6年前とかだ。え、大学でもそのキャラなの？はい、レモンサワー。あの客入ってこないよ。多分隣のワタミ行く。いらっしゃいませー。あ、いや、これ多分意外と簡単。混ぜるだけだもん。今来た大学生、レモンサワー6作っといて。氷は後からで大丈夫。え、社員？ならない、ならない。だって、ならないよ。ん？あ、片手で8個。あ、そんな力いらないよ。力の入れ方次第だよ。昔は10個いけてたし。いらっしゃいませすいません。お酒飲みすぎてる方お断りしてるんですよ。またお願いしまーす。あ？ゲロ。トイレ。あ、じゃあ俺掃除してくるから、和田さん3分だけドリンク作っといて。あ、今作ってる団体のお酒全部薄くしといて。ゲロ吐かれても困るから。あ、じゃあ俺がおむそば作っちゃうわ。だって8年見てるもん。多分4人家族かな。フード中心に頼むけど、ママだけお酒飲みたくて閉店までのパターンかな。はい。今から2階に上がってくる3名ですね。店長今日売り上げ微妙っすか？じゃあ8時でバイト1人返します？おーい、お前らでじゃんけんして負けたやつ上がり。新しい樽持ってきといて、ビールあと3杯だ。店長、団体の予約めっちゃ入ってんのっていつっすか？ああ、その日自分いるんで余裕っす。いや、俺4月までには辞めるよ。じゃあね、みんなお疲れ。ん？あ、俺？あ、俺は明日も仕込み多いし、今日は座敷で寝てくよ。あ、全然大丈夫、気にしないで。ここが家みたいなもんだから。ほほほほ。ん？あ、ほんとだ。あの人たち入ってきそうだね。レジ閉めちゃったのミスったかな。お、八つ橋あるから取ってって。私新人には何も教えない。目で見て覚えてもらうもん。